レツコミをご覧の皆様、堀美央奈です。清水博也です。板垣瑞希です。間宮祥太朗です。今の少女漫画の原点ともいえる相原美希先生原作ホットギミック、初めての恋に悩む女の子と3人の魅力的な男性との間で繰り広げられるドキドキするような少し大人な恋愛漫画がついに実写映画化となります。3本分の恋愛映画を楽しめるような誰も見たことがない青春恋愛物語となっています。原作漫画は絶賛発売中です。映画は6月28日金曜日公開です。漫画を読んで映画を見て、ぜひホットギミックの世界をお楽しみください。全然わかんないよ。自信が持てない女の子初見に訪れた3つの初恋。バカは生きづらくて大変だ。面倒見てやる。おいで。え？好きって言えよ。初見はそのままでいいよ。空っぽだった毎日が変わり始める。なんで？騙されたんだぞ。好きな奴に裏切られんのってさ、辛いよね。私の初恋は消えちゃったんだね。俺んところに来てほしい。お前でいろよ。お前といたいんだよ。どこまでも透明で儚い初恋の果てに見つけた本当の自分。見ていたいって今は思ってる。絶対に今は思ってる。今この気持ちを大切にしたい。ホットギミック、ガールミーツボーイ。